小倉優衣のルンルーム。皆さんこんばんは、ルーム小倉優衣です。小倉優衣のゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。今日はね、ディスティニーの発売イベントだったということで、皆さん来てくださった方ありがとうございました。まあ抽選だったのでね、応募したけど来られなかったよって方もいらっしゃると思いますが、またこういう機会あると思うので、ぜひねこれからも応募していただけると嬉しいなと思います。そして来月はですね、福岡にも行く予定があるのですごく楽しみですね。やっぱ福岡って言うと美味しいものがたくさんあるイメージなので、なんか美味しいご飯とか食べられたらいいなと思うんですが、ぜひ皆さんおすすめとかあったら教えてほしいけど、きっとそのメールを受ける頃にはもう帰ってきてるあたりになってるのかなって思うと何とも言えないですが、まあ、というわけで気づけば11月最後の今回放送ということで、もう今年が終わるんですね。もうあっという間すぎて本当にびっくりですが、皆さんどうですか？私は今年中にねやり遂げたい目標みたいなのを決めたんですけど、まだよく動くってことに関してね、ジムの体験にいたままで終わっておりまして、ちょっと12月中に契約を進めたいなと思ってますが、皆さんもね今年やり残したことがあったら、あと1ヶ月もありますんでね、どうにかできると思いますよ。頑張ってください。ではではそろそろ始めていきましょう。小倉優衣のゆいルーム、皆さん今日も最後までくつろいでてくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉優衣ニューシングル、テレビアニメゼクスコードリユニオンオープニングテーマ、小倉優衣デスティニー発売中。ニューシングルレインボー、11月27日発売。ミナセミノリ最新ライブブルーレイ発売。今年6月に行ったライブツアーのファイナル公演、日本武道館2日目の模様を収録。さらに映像特典にはツアーの裏側などを収めたメイキングも収録しています。ミノリミナセライブツアーキャッチザレインボー発売中。小倉優衣のゆいルーム。改めましてこんばんルーム、小倉優衣です。ではでは皆さんから届いているお便りを紹介していきましょう。ルームネーム馬さんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム。こんばんルーム、アニソンプレミアも見ました。トークはもちろんのこと、見どころは何といっても新曲デスティニーの歌唱シーンでした。CD にはないイントロのスタートに始まり、さらに初披露にもかかわらずサビの仕上げ具合にびっくりしました。あげますさんはアーティストの可能性を考えて100の曲ではなく120の曲を書き、何回も歌っていくうちに進化することを計算して5年先を見据えてるそうです。ライブでコールで進化するのが本当に楽しみな曲ですね。あげますさんの狙い通り、ライブでの盛り上がり間違いなし。というわけでありがとうございます。アニソンプレミアムね、ご覧いただきましてありがとうございました。新曲のデスティニーをね、テレビの番組内で歌唱させていただいたんですけども、実は歌唱した場面が、アニマックスのライブとかでも実は発売前に歌ってるんですけども、それよりも収録前だったんで、本当に初披露がまさかのテレビ番組収録っていう、うわーっていうね、出来事だったんですよ。だからもう本当にドキドキしながら、歌ったんですけども、まあその前日とかやっぱねドキドキして眠れなくて、お風呂で私よく練習するんですけど、この日は特に練習してお風呂でもうずーっとアカペラでね私は歌うんですよ、お風呂で。そうするとこう音の上がり下がりだったり、自分のよくこう間違いやすい箇所とかが明白にわかるので、お風呂の中であここちょっとずれるなみたいなところを復習しながらもう歌っていて、もう伸ばせましたね本当に。でもね、まあそうやって頑張った甲斐あって、なんとか本番もねやり直すことなく収録できたので本当にホッとして、だからアニソンプレミアムの収録があっ
だからこそ、よりこう、アニマックスでは、あ、できるって、こう、ちょっとね、自信の一つにね、こう、できる自分もいて。いやー、でもね、良かったですよ。ほっとしました、終わって。で、この放送内で、久々に実は、衣装、着た衣装があってですね、この時着てたのが、確か、昨年かな ?1 年前ぐらいの兄様 ?2 年前か。2年前か、あれも。2年前の兄様で着た衣装を、今回なんと再びね、着させていただきまして。っていうのも、楽曲のイメージにほんとぴったりな、衣装だったんですよ。で、何着ようかなってなった時に、パッとそれが思い浮かんできて、まあ、テーマの色にしていた、こう、青いね、こう、リボンというか、そういう青い、こう、刺繍みたいなのが織り込まれていて、あ、これはぴったりだなと思って着させてもらったんですけど、やっぱ当時のね、私よりも、ここ2年ぐらいすごい痩せたから、衣装詰め直さなきゃいけなくて、それがちょっとね、衣装さんに余計な手間をかけさせてしまって申し訳ないなと思ったけど、やっぱね、ツアー中とかそう考えると、なんかこう、体型もさ、変動できないから、本当大変な仕事だなって思いましたよ。じゃあ続いて、ルームネームヒロロンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばん、ルームこんばん、ルーム BLT ボイスガールズボリューム40買いました。小倉ゆいのすべてがご褒美というインパクトのある裏表紙、浴槽に入ってスポンジを耳に当てるゆいちゃん、バランスボールを持って街中に佇むゆいちゃん、あんまり見たことがないシチュエーションでどんなテーマの撮影だったのかが気になりました。それにメイクも普段見るゆいちゃんとは違った気がして、とても可愛かったです。もし撮影中のエピソードなどあれば教えてください。寒くなってきたので、お体にお気をつけて頑張ってください。というわけでいただきました。ありがとうございます。BLT の方ね、私も実はまだ本心まだ見れてないんですけども、でも色香とかの段階で、構成はね、もう拝見しておりまして、今回はね、なんかこう、ちょっと、シュールな、なんていうの、シチュエーションで、撮るっていうのが、裏テーマにあったようでして、だから私も撮影中に、なんでこんな公園でバランスボールを持ってるんだろうって不思議に思いながら撮影していてね、公園で遊ぶ子供たちもとても奇妙な目で私の方をね、見ていましたが、そういうね、目にも負けず頑張った撮影となりました。個人的にはね、この撮影でゲームをね、したんですよ。お家で、なんていうの、テレビゲームっていうんですか ?PS4 なのかな、なんかそういうやつ、ボタンがいっぱいあるやつを使ってやるゲームで、スパイダーマンのゲームがあるじゃないですか。私ずっとあれ気になってて、でもゲーム機がないから、ないっていうかもあるんだけど、セッティングしたことがない。使い方がもうわからないので。ただあるだけっていう。そうで、スパイダーマンのゲーム面白いよっていうのはね、結構役者さんから聞いてたので、いろいろ現場で。だから、これかっていうので、やり方教えてもらいながら、その場で本当にプレイしてるとこをそのままね、撮影していただいて、でもめちゃめちゃ面白くって、そうそう。まあでもね、それで買うかって言われたらちょっと微妙なんですけど、でもなかなかこう、撮影でゲームできる機会ってないじゃないですか。だから、今回の確かに BLT はいつもとはだいぶ違う私の、こう、表情とか、見られると思いますし、メイクも確かにいつもと全然違う雰囲気なので、楽しんでいただければ嬉しいなと思います。続いて、ルームネーム、ゆずきさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばん、ルームお邪魔します。先日、小倉ゆい、ハニーシナモンのスウェットとキャップが届きました。ゆいちゃんがハニシナの服を着ているのを見て、ハニシナを知ったので、ゆいちゃんプロデュースのお洋服を着ることができるのがとっても嬉しいです。私はピンクのスウェットとキャップを注文したのですが、カワウソくんがいたり、ハニーユイと書かれていたり、など可愛いユイなポイントがたくさんあって、他の色も欲しくなってしまいました。ファンクラブのイベントに当選したので着ていこうと思っています。素敵なお洋服をプロデュースしてくれてありがとうございます。大切にします。というわけでいただきました。ありがとうございます。ね、これ発想がね、ハニシナモンさんとコラボした服が今始まったというか、もうお届きになったようで、すごく他の方からもコメントとかでいただいたりして嬉しかったです。で、ちょうどね、この時期にぴったりなんじゃないかなって思いまして、着るのが。
まあ、部屋着とかにもできますし、もちろん外に着ていくのにもね、全然着ていけるデザインにしたつもりなので、楽しんでコーディネートしていただければなと思いますが、私はまあ自分がね、プロデュースしただけあって、全部いただけるんですけど、お洋服をね、なんですけど、やっぱ色がね、迷っちゃって、もう全部可愛くて、どれにしようって思って全然着られないです。はい。どれ、でもやっぱまあ普段、でも全部ね、使いやすい色なんだよね。私、なんで4色も出したかっていうと、私がこう色をね、決められなくてやっぱり。で、4色結局出しちゃったので、まあみんなも決められないでしょうね。まあでも用途によってね、使い分けてもいいと思うので、ぜひね、いろいろコーディネートしながら楽しんで、来ていただければいいなと思います。ルームネーム、おぴよさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいこむ社内抽選会の結果が届きました。私の結果はなんと、C 賞のゆい社長が名刺にあなたの名前を書いてくれるでしょうでした。社長に自分の名前書いてもらえると光栄です。作業は大変かと思いますが、今から届くのがとても楽しみです。とても嬉しい企画をありがとうございました。一生社長についていきます。社員思想会も楽しみにしています。お邪魔しました。というわけでいただきました。ありがとうございます。そうなんです。結構ね、前に告知というか、抽選会を案内していたんですけど、私のオフィシャルファンクラブ、ユーズカンパニーってファンクラブになってから、そのリニューアルを記念してですね、社内大抽選会というものを行っていたんですけども、そちらの、抽選発表が、最近ありまして。そこで、ま、ABCD といろいろ賞があったんですけども、この方は C 賞に当選されたということでおめでとうございます。実はこの企画もね、私が提案させていただいたものだったんですけども、やっぱり、せっかくね、リニューアルしたから、皆さんになんかサプライズ的なね、要素楽しんでもらえたらいいなって思って、まあ、せっかくファンクラブに入ってくださっているんだから、ファンクラブじゃないや、せっかく私の自分のね、会社にね、勤めていただいているんだから、やっぱりね、ちゃんとね、福利厚生というんですか、そういうね、サポートも、しっかり、していく会社でありたいなと思いまして。だから、やっぱりこの社員さんだけが参加できる。まあで、本当は皆さんに直接会ってお礼を私は言いたいところなんですけど、まあなかなかやっぱりね、厳しいっていうところもあるので、まあせめてチャンスだけでもね、ね、他の方よりも社員さんにだけこう、巡ってくるっていう、なんかそういう機会があればいいなっていう思いで、企画させていただきまして。だから、この名前を書いてくれるでしょうとかも、私が、皆さんの名前書きたいなと思って、提案させていただきまして。なので、まあね、いろいろ賞もあったんですけども、どの賞に当たっても、ぜひ私からのこう気持ちはね、本当に平等なので、それを受け止めていただいて、まあ、今回、好評だったらね、いつかまた第2回、第3回とか続いていく、名物企画になっていけば嬉しいなと思うので、本当に社員さんだけの特権としてね、今後も楽しみにしていただければいいなと思います。では、ラスト1枚。ルームネーム、ユンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆっちゃん、こんばんルーム。いつも楽しく聞いています。10枚目のシングル、デスティニー発売おめでとうございます。早速、配置をさせていただきました。カップリング曲の赤いリボンの歌詞で、どうして目が合うの？もしかして同じことを考えているのかな？というポジティブな気持ちと、赤いリボンは赤い糸にはなれないし、というネガティブな気持ちが入り混じっていて、聞いていてとても甘酸っぱい気持ちになりました。というわけでいただきました。そうですね、この楽曲はこう、切なさと温かさがね、こう、同居するような、そんな曲になったらいいなと思ってたので、そういう風に。食べるだけクイズ。小倉優衣が何かを食べ、それが何かを当ててもらうミニコーナー。今回はメドゥーサさんからリクエストしてもらったものを食べます。では早速いただきます。色鮮やかです。あ、これね、高校生の時にハマりましたね。ちょっとディップしていただきたいと思います。
簡単だと思います。ごちそうさまでした。一体何を食べていたのかの答えは後ほど発表します。お聞き逃しなく。小倉ゆいのゲイルーム。かわゆいゆい、身近にありすぎてその魅力を存分に知らないであろうものをいろんな角度からひたすらめでてかわゆいと褒めていくコーナー。さあ、というわけで今回めでるかわゆいものは地球儀。はい、これはですね、もう始めるんだっけ、なんかちょっと久々な気がする。あ、始めるのかも。地球儀、なんかもう久しぶりすぎて、もう一目見た時からなんか懐かしさっていうの、あ、また会えたねっていう喜び、これが本当にもう可愛いなって思いました。なんか、あ、いたんだね君はっていう、なんかずっといたんだよねっていう、私がこの会ってないこのね10年ぐらいの間ずっと君はそこにいたんだねっていう可愛さ、喜び。あー、そして久々に見ると丸いねー、まん丸で可愛いね。すごい、どこまでもどっから見ても究極の曲線を描いておりまして可愛い。そしてね、なんとこの地球儀、なんか普通の地球儀とちょっと違って、あ、動物がその世界各国に描かれてるんですよ。だからその地方でしかいない動物とか気候とかねによって多分いる動物が描かれているから普通に面白いです、見ていて。うん、かわいい、かわいい、見て、オーストラリアにコアラがいますよ。かわいい。私昔オーストラリアね、あの家族で行ったことがあるんですけども、その時に見たねカンガルーとコアラ思い出しました。今かわいいですね。そして今私がこのラジオ撮ってる日本を見てみましょう。あー、日本なんて可愛いんでしょう。日本の形がもう可愛いです。こじんまりとしていてね、奥深しさがあって本当に素敵な形だなと地球儀を見ると改めさせられますね。はい、そしてこれね、なんとこの地球儀もう一個すごい機能がありまして、このね、ほら、このスイッチを押すとライトがついちゃうんです。ちょっと電気消えます、このスタジオの。せっかくなんでこの、あ、じゃあ行きますよ、光らせてみましょう。あー、かわいい、内なる光を発しています。あ、すごい、この地球儀かわいいだけじゃなくて癒し効果もありますね。なんだろうこの気持ち、やっぱ地球はここにあったんですね。あー、癒された、素晴らしい。かわいいだけじゃなくて、あ、真っ暗です。いや、癒しまでくれるっていう、なんて素晴らしいんでしょうか。さあ、というわけで今回私がめでたかわゆい回でね、この地球儀は何位なのかを決めたいと思います。今回の地球儀は第3位。あれ、3位って何でしたっけ。なんかでも繰り上げということで、普通にかわいい、面白いなって思ったし、あとこれなんか浮き出てくるのよ。実はなんか光をつけると見える魚とかもいて、普通に物としてよくできてるなって思って。ただこれなんか作家さんのね、また私物で、なんか息子さんの部屋からパクってきたらしいんで、もう早く返してあげてほしいですね。はい、というわけでこんな風に私の可愛がってほしいものリクエストお待ちしています。以上、かわゆいゆいのコーナーでした。小倉ゆいニューシングル。テレビアニメゼクスコードリユニオンオープニングテーマ、小倉ゆいデスティニー発売中。水木奈々です。3年ぶりとなるニューアルバム生まれます。キャノンボールランニング、初回限定版には奈々ミュージックラボラトリー20197ラボのライブ映像も収録。キングレコードより12月11日発売。ショートライブ2020開催。2020年5月より全国6都市で開催される全10公演のライブツアーです。青いショートライブ2020チケット先行受付中。食べるだけクイズ答え合わせ、
ここで食べるだけクイズの答えを発表。今回私が食べていたのはキュウリでした。みんなこれ分かったでしょ。てかキュウリってめちゃめちゃいい音がするんですね。ちょっと参考になりました。で今回食べてたのがあの野菜スティックなので、なんかディップするあの液体というか、なんかあのマヨネーズみたいなのがついてるんですよ。味噌マヨみたいな。で他の野菜もついてるんで、ちょっとエンディングで他のね野菜は違う音が奏でられるのかってちょっと検証もしたいな。AM1134 文化放送です。空を見ろ、あれはなんだ？星か？飛行機か？それとも UFO？ お魚でーす。嘘。空飛ぶ魚の飛ばなきソンソンは毎週木曜深夜2時30分から放送中。絶対に聞いてねー。人気男性声優による最強の宴、ランティスプレゼンツオリジナルエンターテインメントパラダイス2019は12月21日22日の2日間、両国国技館にて開催。詳しくはオレパラで検索。ドリームトレイン出発進行。超 A&G プラスで毎週金曜日17時30分からお送りするアイリステーション。私たちアイリスがリスナーの皆さんに楽しい時間をお届けします。交代制のパーソナリティがどんなトークを繰り広げるか聞いてのお楽しみ。絶対乗り遅れないでね。エジオンプレミアムでの配信もあるよ。あなたのマイメディア文化放送1時です。